というふうな感じはしますね。はい、さあそれでは今日は京都対名古屋の試合をご覧いただきました。今日の試合のハイライトをご覧いただきましょう。まず第1マッチは京都が今シーズン1勝1敗という出雲と平野のペア、そして名古屋の方は安藤木村という D リーグでは初めて、そして安藤の2021年シーズン以来というダブルスを戦います。やっぱり第1ゲームですね、はい、ポイントになったと思うんですが、はい、シックスオールで木村選手はこう長いサービスを出したんですよね、はい、そしてこう長いサービスを出したことによってこういいプレーができたかなっていうのはポイントになったと思います。さあそして今シーズンともに初勝利を狙います小塩春奈と田村美香の対戦になりました。この第2マッチ本当に最後の最後までもつれましたよね。そうですね、本当にラリー見応えありましたし、はい、どっちが勝つか非常に分からなかったところではあるんですけど、はい、最後まで小塩選手こう変化をつけていけたところは良かったかなと思いましたね。まあ、今日はベンチ入りのメンバーが4人4人という中での小塩選手がこうカットマン、唯一のカットマンということで、京都にとっては小塩選手にどのあたりで誰を当てるかっていうのがね、難しく読みになったと思うんですけど、はい、ただ田村選手結構こうカット打ちも非常にうまかったので、はい、今後こう楽しみですよね、またカットマンとやるのが。まあ、とにかく第3ゲームまではともにこう11対10、10対11、11対10ということでフルに戦い抜きました。そしてゲーム2オールから、まあ、最後はしっかりと小塩春奈が決めて勝利を収めたというのがこの第2マッチでした。まあ、ですから小塩にとってもね、嬉しい今シーズンの初勝利になりましたよね。そうですね、こういったところを取れると自信になっていくと思いますね。さあそして16歳の草壁式に対してエースの安藤美奈美対戦をします。どうですか、やはりこうダブルスで勝ったというのが一つこう精神的には大きな今日は流れになってますか。そうですね、会場の雰囲気だったりゴールの感じも分かっていると思うので、はい、そういったところで非常に優位に試合を運べたかなと思いますね。あとはやっぱり安藤選手サービスが非常にうまいので、そういったところが非常に良かったですね。ただ解説の中にも田代さんありましたように、こう向かっていく怖いもの知らずという、かえってなんかこう安藤選手の方がね受け身にならざるを得ない場面が出てきたのも、はい、草壁選手もしっかりこう3球目攻撃でしたりとか、はい、そういうのがあったので、はい、まあ、この試合をこうまたこう生かして次につなげていってもらいたいなというふうに感じましたね。はい、さあそしてこの安藤の勝利でまず名古屋は勝ち点3を挙げたということになります。そして第4マッチですが、出雲美空が昨日に続いての勝利を狙います。一方難波ゆりか今シーズンの5勝目を狙っていくという、まあ、ともにねこの2人の熱戦でしたよね。はい、その中でやっぱり難波選手のラリーでの強さですね、はい、で粘り強さっていうところが非常に光ったかなと思いましたね。一方の出雲選手の方も、まあ、いわゆる得意のこうスピード速さをこう駆使した場面もあったんですけどもね、はい、そのスピードプラスこの前後の揺さぶりも途中あったので、はい、こうどっちが勝ったか良かったかなと、勝った要因かなと思いますね。はい、最後高々と左手を上げました難波選手。そして今日はトップオソナピンポンズ名古屋が4勝0敗ということで、全てのマッチを取りまして、これで勝ち点を4プラスしたということになります。